ご覧いただきありがとうございます。チュンチュンです。アンスリウムをこの流木につけていたんですけれども、おがくずがすごい落ちるなと思ったら、虫が住んでいるというわけではなさそうなんですけれども、ずっと濡れっぱなしの状態、水苔が常に湿った状態を作っていたので、そのせいで木が腐ってしまったようです。山で取ってきた流木のようなんですけれども、熱帯魚屋さんで売ってるマングローブの流木とか、例えばこういうのですね。こういうのはなんか全然硬さが全然違うんですよね。加工も穴開けるのも大変だったんですけれども、その分丈夫なのかなっていうふうに思ったのと、あとはコルクはもうずっとびしょびしょのままでもびくともしないですね。これはつけて半年ぐらいですかね。ヤシの皮、これもまあ見た目の古ぼけた感は出たんですけれども、でも腐るとか中からぐずぐず崩れてくるとかいうのはなくって、あとはヘゴもすごく丈夫ですね。このヘゴ使い始めてもう1年半、2年近く経っているのかな。別の美角がついていたのを付け替えて、使ってるんですが、この夏の暑さでも全然蒸れなかったですし、かといってこの穴の部分が崩れてくるとかいうこともなくて、すごくいい材料だなと思っています。さて、じゃあ今度は何につけようかなと。ヘゴこれから乾きすぎるっていうのと、あとは通気性が良すぎてっていうところが心配になると、やっぱりヤシの方が合うのかなということで、ヤシを選びたいと思います。根っこがむき出しなので、しばらくはこの辺の、根っこむき出しのランたちと一緒に管理していきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。